今回はカリフォルニア大学の研究結果などをもとに、ごっそり痩せる炭酸水の飲み方3選について動画で解説していきます。ワルタスク炭酸水といえば、口の中が爆発したのかなと思うほどのシュワシュワで満腹感が得られてダイエットに役立つ。これについてはもう常識になりつつありますが、さらに今回はそんな炭酸水に頭が良くなる食材を組み合わせてダイエット効果を倍増させる動画でございます。実は IQ といった頭の良さと肥満レベルは反比例することがこんな感じと山ほどの研究で報告されていて、この理由が大事でございます。人生とは選択の連続。例えば何を食べるかや運動するかしないかなどあらゆる場面で頭がいいと正しい選択を選べる確率が高くなったり、他には有り余る知性で自分の欲求を抑えられる確率が上がる。その結果体脂肪率まで変わってくるよと先ほどの山ほどある研究で発表されていたわけでございます。なので痩せたかったら自分の頭脳レベルを上げるのはめちゃめちゃ大事。そこで今回は炭酸水に混ぜるだけで頭が良くなる食材3選を紹介させていただくと、一つ目がブルーベリージュースでございます。ブルーベリーは IQ を高めるサプリかなと思うほどに頭が良くなったよう論文が数多くございまして、例えばこちらの研究で65歳以上の高齢者にブルーベリージュースを飲む生活を12週間続けてもらった結果、記憶力が良くなって言葉の流暢性もアップ、さらにはそれに伴って日々感じる幸福感も上がったよと発表していたり、他にはこんな感じでたくさんの研究がされていて、これ全部概要欄に貼っておきますので、興味のある方はご覧いただければと思いますが、この研究全部一言で言っちゃうと、ブルーベリーを食べたら頭が良くなったよ研究でございます。もはや私のくせも IQ を上げるサプリのようにブルーベリーを取っておりますが、このブルーベリーで頭が良くなる仕組みについても4点ほど解説させていただくと、一つ目がアントシアニンによる抗酸化抗炎症作用でございます。例えば鉄も空気中の酸素と雨といった水分で酸化して錆びつきますが、人間の体内も肺から取り込んだ酸素、さらに血液と呼ばれる水分があって錆びる条件整いすぎ、その結果酸化しますが、脳みそは特に酸化ストレスに敏感です。ここで活躍するのがブルーベリーに含まれるアントシアニンで、鉄も錆止め剤を塗れば長持ちいたしますが、脳みそもアントシアニンと呼ばれる錆止め剤を塗ればキレッキレの頭脳になるわけでございます。そして2つ目、体内のぼや騒ぎ慢性炎症もしっかり脳みそに悪影響を与えますが、なんとこのぼや騒ぎも消してくれる消化器的役割もこなせる錆止め剤、それがアントシアニンでございます。そして3つ目、脳みそは神経細胞間の電気信号のやり取りで情報処理しておりますが、なんとこの電気信号の伝達もアントシアニンで改善。さらに4つ目、アントシアニンで脳に行く血流も増える。要するに頭の錆びつきやぼや騒ぎを抑える抗酸化抗炎症作用があって、さらに脳内の電気信号のやり取りも改善し、脳みそに行く血液の量も増えるという脳みそバキバキサプリ、それがブルーベリーに含まれるアントシアニンでございます。なのでそんなブルーベリーを炭酸水に突っ込んだこんな感じのブルーベリーソーダにしてみたり、ブルーベリージュースで割ってみたり、他にはこんな感じの無添加でさらには砂糖も使っていないブルーベリージャムも売っておりますので、そんなジャムを突っ込んでうまいソーダを作るのもおすすめなんでございます。ちなみにアントシアニンが入っていればブルーベリーじゃなくても頭が良くなる論文もございまして、炭酸水との組み合わせ2つ目がサクランボのチェリージュースでございます。ブルーベリーに含まれるアントシアニンで頭が良くなるのであれば、同じくアントシアニンが豊富なチェリージュースでも頭が良くなるんじゃないのとこちらの研究が調べてくれておりまして、内容が軽度から中程度の認知症を患う高齢者49名を対象に1日 200ml のチェリージュースを12週間飲み続けてもらった結果、なんとそれだけで言葉の流暢性、短期記憶、長期記憶が明らかに改善し、やっぱりアントシアニンすごいねと発表されているわけでございます。なのでドリンクにアントシアニンが豊富なブルーベリージュースかチェリージュースで割った
満腹感爆上げ炭酸を飲み、主食はアントシアニンが豊富な紫芋、野菜はアントシアニンが豊富なナス、デラートはアントシアニンが豊富なリンゴを食べ、さらに薬味としてアントシアニンが豊富な赤じそをあらゆる食材に振りかけて食べれば、脳みそがアントシアニンに溺れるくらいどっぷり使って IQ が200を超えるくらいのバキバキ頭脳になり、あらゆる場面で正しい選択を行えてごっそり痩せる。要するにバキバキの頭脳と体が同時に手に入る文武両道栄養素、それがアントシアニンなんでございます。ちなみに先ほど言ったアントシアニンが過ぎる食事をすると多分取りすぎになりますので、ブルーベリー換算で1日 100g 前後のアントシアニンを取ってキレッキレの頭と体を手に入れましょうと、そういうわけでございます。そして炭酸水との組み合わせ3つ目が、自分は頭がいいと思い込むことでございます。急に根性論言い出したと思っちゃいますが、人間は思い込みでめちゃめちゃ変わる。どれくらい変わるかというと、結論 IQ が約30ポイント変わります。例えばこちらの研究で、自分は頭が悪いと思い込ませる状況を作って IQ を測定すると、15から20ポイント IQ 下がって本当に頭が悪くなったよと発表していたり、反対にこちらの研究で、自分は頭がいいと思い込める状況を作って IQ を測定すると、5ポイントから思い込みの激しい人で10ポイントも IQ 上がって本当に頭が良くなったよと発表しているわけなんです。要するに本来の IQ120 の人が、自分は頭が悪いと思い込めば IQ100 くらいに下がるし、自分は頭がいいと思い込めば IQ130 くらいに上がるみたいな感じ。ちなみに日本人の平均 IQ は110、東大生の平均 IQ は約120と言われておりますので、思い込みで IQ 上げるのはめちゃめちゃ大事。ただだからといって今日から自分は天才だと100回言いますみたいな根拠のない方法だと多分挫折する。なので今日からアントシアニンな生活を送って、自分は頭がいいと思い込める根拠を積み上げて、脳みそバキバキ、さらにそれに伴って正しい選択をし、有り余る知性で自分の欲求にも打ち勝ったバキバキボディを手に入れた、もうバキバキな人生を手に入れましょうと、そういうわけでございます。ちなみに皆様、これから正しいダイエットの知識を学び実践していくと思いますが、現在4万人以上が登録している永瀬の本棚公式 LINE にて、腸内環境でカロリーの吸収率が 20% も変わることを解説した電子書籍、さらに対象を挙げて自動で消費カロリーを稼ぎダイエット版ファイヤーを達成する方法を解説した電子書籍、何をしても体脂肪が落ちず典型的な万年ダイエッターだった私の癖の講座生たちが、半年で体重マイナス10キロ、体脂肪率マイナス 10% を達成できた一般的なダイエット法よりも2倍の速さで痩せる方法を解説した限定動画、さらには数あるプチ断食を難易度順にランキング形式で8個解説した限定動画、さらに現在1780円で販売している私の癖が朝から晩まで実践していることを全部まとめた電子書籍、理論上最強になる方法も期間限定ですが、公式 LINE を登録してくれた方に無料配布中でございます。プレゼントの受け取りはこの動画下の概要欄の動画のタイトルをタップ、概要欄が表示されるので赤枠の URL をタップ、公式 LINE を友達追加するとすぐに受け取れますし、すでにご登録いただいている方はプレゼントとメッセージをいただくと再送信させていただきます。配信は期間限定ですので、消えてしまう前に今のうちにこの動画下の概要欄にて LINE 登録していただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。